仙台市宮城野区にある仙台管区気象台の桜の標本木です。昨日観測史上最も早い開花が発表され、今日はさらに多くの花が咲き、通りかかった人が写真を撮っていました。一方、すぐ近くの桜の名所、つつじが丘公園では、しだれ桜が咲き進んでいます。つつじが丘公園では、30日から4年ぶりに桜祭りが開催されます。公園内にはすでに屋台や横断幕などの準備が進められていて、祭り期間中は土日を中心にスズメ踊りなどのイベントが行われる予定です。今週の県内は気温が平年より高い日が多い見込みで、仙台市内の桜は今週後半には見ごろを迎えるとみられます。